はいどうも、柴津アートです。今回は絵の制作で余った油絵の具を使ってアクセサリーを作っていきたいと思います。キーホルダーですね。僕は油絵の具を使っていますが、アクリル絵の具でも大丈夫です。絵の制作ではどうしても絵の具が余ってしまうことがあります。そんな絵の具をですね、ペインティングナイフにのせて布地に広げていきます。マスキングテープを使えば塗りたい範囲を固定することができます。絵の具が乾燥した後にマスキングテープを剥がしていきます。マスキングテープを剥がすところって見ていて気持ちいいですよね。テープをすべて剥がし終えると長方形の形が整いました。ほぼほぼ余った画材で描いていますが、ところどころに金や銀などの偏光画材も載せております。あとはこちらをハサミで切り取っていきます。こちらを2枚1組で用意してキーホルダーの入れ物に入れてあげます。でパチッと蓋をしてあげるとこんな感じにできました。余った絵の具を使っているので不規則な色の範囲分にはなりますが、それがまた映える感じになってるんじゃないかなと思います。僕のチャンネルでは普段油絵のメイキングとか初心者向けの解説なんかをお送りしているので、アート系チャンネルの中では泥臭い方かなとは思うんですけども、たまにはこういったちょっとこじゃれたアイテムも作ってみてもいいのかなと思ってやってみました。絵の具、布地、入れ物、これらがあれば同じように作れると思いますので、いつも絵の具余らせてしまってもったいないなと感じている方、試しに作ってみてはいかがでしょうか。概要欄に使った素材などまとめておきますので、よければ試してみてください。ということで今回の動画短いんですけども、ここまでご覧いただきありがとうございました。よければ他の動画も見てみてください。チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。バイ。